はい、どうも佐久間優吾でございます。久しぶりの優吾 .tv、 人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。祭りとかいろいろかぶってね、なかなか放送できなかったんですが、久しぶりにやってきます。新しいカメラ欲しいな。なんかこの300万画素なのにすげえ写りが悪いっていうか薄いっていうか、うん、はい。ということで本日のお題は、中途半端な笑いは気持ちの表現も中途半端。こちらのお題を読んでいきます。心が若い人は笑顔に現れます。笑顔になるときは人間の心のストッパーが外れたときです。面白おかしさを我慢できず笑ったときこそ人間の本当の顔になります。笑った時の顔にはいろいろな顔がありますが、心が若い人は決まって豪快に笑います。うん、我慢することもなく豪快に笑う人は心まで若いということです。クスクスと笑っているだけではまだ笑いを我慢しています。周りの人の目を気にするためにクスクスになり、笑いを我慢してしまうことになるのです。笑う時に豪快に笑っている人は心の底から面白がっている証拠です。私は小さく笑う人より大きく豪快に笑う人の方が好きです。大きく笑ってくれた方が本人も気持ちよさそうだし、こちらまで明るさが伝わってきます。むしろクスクスと中途半端に笑われる方が気持ち悪く感じます。はっきりした笑いにも取れず、こちらもリアクションに困ってしまいます。気持ちの表現に中途半端はやめることです。笑うときには大きく笑い、泣くときにも大きく泣いてもらえる方がよほど人間らしく感じることができるのです。今日の格言、笑うときには大きく笑う。なるほど。俺結構あれですね、笑い方が面白いっつって笑われますね。やっぱ豪快ですね。豪快だ。うるさいのかな。もう本当、はってかカタカナにはははは、ちっちゃいつと歯が出てくるような、そんな笑い方ですね。うん。これもう無意識だからしょうがない。こんな笑い方だから。まあいい、豪快に笑う。なるほど。豪快に笑うのは若さの秘訣。確かに笑顔が若さの秘訣みたいなのなんか聞いたことありますね。だからいつも笑顔を絶やさずにすることを意識してます。いつも鏡を見て笑顔を作って、うん、今日もいい笑顔だ、みんなを笑顔が伝染するようなそんな明るい笑顔だと言い聞かせてます。ということでそんな感じです。ではまた、ドロン。